だあ、聞いた。今回はたった30秒でしっかり腹筋に効く美の腹筋というのを紹介していきます。スマートフォン持ったままできますので、一緒にやってみてもらえたらと思います。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回腹筋の上部から下部までしっかり効かすことができて、なおかつ腹横筋がしっかり鍛えられるので、お腹しっかりへこませる効果がある美の腹筋を紹介していきます。美の腹筋、多分聞いたことないと思いますが、ミノムシのように背中を丸めることによってお腹を使う意識がしやすくなります。お腹を使う意識としては、ゆっくり動く、腹筋以外力まない、息をしっかり吐く、腰を床につけておく、この4つがポイントになります。その意識がしやすい腹筋方法になるので、初級者から上級者の方まで一緒に30秒やってみてもらえたらと思います。そして足を動かす位置がいろいろあるんですが、今回3パターン紹介しますので、自分のレベルに合った部分をやってください。まずは初級、中級、上級と足の位置を変えていきます。30秒ずつ行っていきますので、一緒に頑張ってみてください。それでは紹介します。はい、やり方としてはスマートフォン持ったまま、足をまず初級は上、こっから足を伸ばすと腰が今ついてると思います。この腰が反れないように、膝を少し曲げた時に上体を起こします。上体を起こすんですが、腹筋を使って起こすっていうイメージだと結構初級の方は難しいと思います。なのでスマホ持ったまま体をこういう感じで軽く手を近づけて引き寄せる感じで体を起こす意識をしてみてください。このままこうやって上がる意識はちょっと難しいです。なので膝少し曲げるときに、ミノムシのように軽く縮まる感じです。これが初級、中級はこの位置、上級はこの位置です。ポイントは膝を曲げすぎない。膝をしっかり曲げてしまうと動きが大きくなって動きが荒くなってくるので、腹筋に効く意識が難しくなります。なので膝を上げるのはどの角度もちょっと、これぐらいです。これぐらい曲げるぐらいで体を引き寄せる、手をちょっと曲げながらこういう感じです。これを30秒間各方向やっていきます。息はできるだけふーって3回ぐらい吐き続けてください。で、この初級は真上に起きるので首痛いよって方は、片手でスマホ持って片手で頭持ってください。これでこういう感じで起きてみてください。それでは初級からいきます。スタート。こういう感じでね、ふー、こういう感じでマイペースでいいです。体を起こす感じで、どうですか、腰が浮かないように首疲れて頭持って、こういう感じで OK。 それでは中級いきましょう。角度は斜め、膝曲げるのは少し、いきましょう。スタート。これぐらいです。首疲れたら頭持ってください。手で引き寄せる感じで、くっくっ、あ、きつい、くっ、あ、きつい、くっ、頑張って、引き寄せ、引き寄せ、あははは、うわ、もうすでにきつい。さあラスト上級いきましょう。気合い入れて動きはゆっくり、膝は曲げるの少し。さあいきますよ、ラスト、レッツゴー、スタート。くっ、くっ、こういう感じ。起きるっていうよりも引き寄せ、肘も曲げる感じで、あ、きつい、
丸くなって、腰が浮かないように、だー痛い、腹筋待って、腹筋。お疲れ様でした。いや、今のね、初級、中級、上級、3種目やったんですけども、どれが一番辛かったっていうのはね、多分個人差あると思うんで、よかったらやった方はね、コメントで教えてください。意外と初級が辛かったよって方もいるかもしれません。体を真上に起こすんでちょっと難しいかなと思ったりもしたんですが、ただ足が低い方が負荷があるので、そっちが上級という風にやらせてもらいました。今回ミノ腹筋、ミノムシのようにね、体を丸めて、体を丸めるっていう意識した方が自然とお腹が丸くなって腹筋効きやすいんで、腹筋をするっていう感じよりも丸くなるっていうね、意識を、また腹筋違うメニューがあると思うんで使ってやってみてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄から見てもらって、インスタグラム毎日配信してます。リンクのフォローもよろしくお願いいたします。そしてクラブハウスってやつをね、私も始めたんですが、結構有名 YouTuber さんといろんな雑談をしたりしてますんで、クラブハウスやってるよって方はですね、タートルフィットネスで検索してもらって、フォローしてもらって、雑談もよかったら聞いてください。今回もご視聴ありがとうございました。